写真拡大。赤ペン。赤坂秀和、巨人亀井の年俸1億円超えは久々にオールドファンをほっこりさせてくれた。37歳シーズンでの初の大台突破は2000年の村田誠前ヘッドコーチ以来の球団史上最年長記録。もっとも村田誠は亀井と違い1999年オフの契約更改で随分と苦労している。村田誠は現役生活20年で一度も規定打席に到達したことがなく、99年も出場試合数は91止まり、球団提示は300万円増の9800万円だったが、1億円にこだわった村田新派を主張した。差額が損だけ200万円やったら僕が今から銀行に行って自分の貯金から下ろしてきますよ、それを足して1億にしてください。結局この剣幕に球団が折れ、1億円ちょうどで公開。捕手としても規定打席に達していない選手としても球団史上初の大台到達だった。栄えある巨人の1億円プレーヤー第1号は93年シーズン35歳の原現監督。これは村田前以上に大変な難産の末の誕生だった。当時渡辺恒夫読売新聞社社長現読売グループ本社主筆が巨人に1億の価値があるやつはおらんと公言していたからだ。原の年俸は91年までに9400万円に達していたが、渡辺社長の発言がネックとなって92年は9900万円止まり。原とトップを争った桑田が9840万円。金額はあくまで推定だが、当時の球団幹部はどちらも大台は超えていない。原が桑田よりも上と苦渋の表情で語っていた。こうなると93年には球団としても原を1億円にせざるを得ない。その評価がこれですか。4番の打った本塁打が6番や7番の本塁打と同じではおかしいでしょう。まだ球団事務所が神田のビルにあった時代、原は記者室で怒りに満ちた言葉を絞り出した。巨人は93年から長嶋監督を18年ぶりに復帰させることを決定。原にもっと働いてもらわないと困る事情もあり、1700万円上積みして1億2500万円としたのだった。昔の支部賃査定に比べるとポンと4000万円上がった亀井は幸せだ。1億円到達後、原は3年、村田誠は2年で引退したが、亀井には息長く頑張ってほしい。赤坂栄一。1963年広島県出身、法政大卒。毎週金曜朝8時 TBS ラジオ森本武史ロースタンバイ出演中。最後のクジラ、太陽ホエールズ田代富雄の野球人生、講談社などノンフィクション増補改訂版が電子書籍で発売中。失われた甲子園、記憶をなくしたエースと1989年の球児たち、動画第15回新潮ドキュメント賞ノミネート。他に、すごい、広島カープ、PHP 文庫など、最新刊は構成を務めた達川光雄氏の著書「広島地から講談社」。日本文芸家協会会員。